サルどうも、ちょっとね今日あったかいんですよね。まだもうちょっと寒い日が続くかと思うんですけど、こういう時にねちょっと体調崩しちゃったりする人もね若干ここに約1名いるんでね、ちょっと体調管理気をつけないとですね。ということで、今回はね告知動画です。この度表参道のイタリアンをですね監修することになりまして、名前がねスピカといって、麦の方を意味するラテン語です。でオープン日が、3月の6日になってます。で、まあその監修するに至った経緯なんですけど、本当はあの包み隠さず言うと、そういったオファーをいただいたからですね。で、まあ、僕自身もその YouTube で結構ねパスタとかリゾットの動画を配信したりもしててね、まあ、イタリアンがすごい好きなんで、でイタリアンが好きっていうのもあるし、僕が最初就職した時のシェフもねバリバリのイタリアンの人だったんで、結構ねそのノウハウっていうのも、教えてもらったりしたっていうスタートもあったんで、これはねいい機会だなと思って、引き受けさせてもらいました。でイタリアンのね、素材にこう素直な、アプローチの仕方ってすごくこう魅力的じゃないですか。だからその僕がね、長年培ったフレンチの、技術っていうのがまた違う角度から、イタリアンにこう活かせるんじゃないかなと思って、でもね今回はそういうのをメニューにいろいろと落とし込んでます。 YouTube でやってるレシピも、実際に、メニューにしてます。まんまそのままじゃないですよ。実際 YouTube で作るときは結構自分がね食べるために、しかも家っていうシチュエーションじゃないですか。骨太な味付けというかちょっと武骨な感じで作ったりもするんで、表参道のねあの場所で、提供するためにもう少しこうシャープな仕上がりにして、少し繊細な味付けで仕上げてます。ただね見て料理がテーブルに運ばれてきた時に、まあ、もしかしたらこう見覚えあるなっていうようなね料理もあるんじゃないでしょうか。そういった意味でもね YouTube との親和性も少なからずあるんでね、足を運んでいただけたら嬉しいですね。で、結構ねカジュアルです。いや結構というかかなりカジュアルです。で席数もお店のね席数も100席以上あるかな。結構ね大きいんですよ。でまあ大体のね値段帯の話とかもするとランチは2500円ぐらいで、いろいろと楽しめますし、ディナーに関してはね5000円でねコースが食べれるっていうね値段設定にしてるんで、使い勝手かなりいいんじゃないかなって思ってます。この値段で あのクオリティの料理食べれるんだっていうのがねこう手前味噌ですけど思っちゃってます。手前味噌の使い方合ってたかな。まあ僕がおすすめしてるのはパスタリゾットですね。カルボナーラが一つおすすめなんですけど、まあ、いわゆる普通のパスタじゃなくてこう米状のようなリゾーニっていう形状のねパスタを使うんですけど、卵は最終的に、まあ、お客さんの前で、混ぜてもらって仕上がる、そんなねカルボナーラになってます。パスタ自体もね、子牛のブロード、ね、出汁をねしっかりと含ませてる、本当に、ね、美味しいパスタになってるんでね、すごくハマるんじゃないかと思ってます。あともう一個個人的にすごくおすすめなのが、まあ、ディナーのねコースでしか食べれないんですけど、今のところは、カニのね、ビスクのリゾットですね。ほんとね甲殻類のね殻とか、まあ、身をねふんだんに使った、濃厚な、まあ、出汁をね取って、それをお米に吸わせてるリゾットです。これはうまい、絶対食べてほしい、その2つねとにかくすごくおすすめなんでね、どうですか、食べたくなりました、食べたくなってほしい。まあ、他にもねもちろんおすすめのメニュー、たくさんあるんですけど、どれもねおすすめなんですよもちろん。まあその中でもちょっと今ねピックアップした2つですね。
で、実際その僕は監修なんで調理現場を、指揮するシェフの方っていうのも、ちゃんとねイタリアのね修行もされてる方で、日本帰ってきてからも、国内のミシュランのイタリアンで寿司シェフとかやられてる方で、すごくね、いやすごい方だなって思いますよ。こうやっぱり、僕がねどういう風にしたらいいんじゃないかっていう、こうアイディアとかをね本当しっかりと拾ってくださってね、実際料理に反映させてくれてるんで、やっぱ、ね、そういう意味でもクオリティがやっぱ高いと思うんですよね。いやこれは負けてらんないなっていう風に、ね、思いました。で、お酒が好きな方にもですね、ワインのセレクトはしっかりしてまして、僕が今白金台のサーパスってお店でシェフやってるんですけど、そこのソムリエがね、ワインのセレクトをしてくれてます。なんで、僕の料理の好みとか、ワインの合わせ方みたいなのをすごく知ってくれてる方なんで、まあ安心感あるかなと思います。間違いないかなと。でカクテルもね非常に充実してるんで、お酒苦手だなっていう方でも少し楽しみたいなっていう方には、ローアルコールカクテルとかもたくさんあるんで、ぜひねそれらも楽しんでいただきたいなと思います。そうだ、でオープンが3月の6日なんで、その日とその翌日の7日は、僕店舗にいると思うんでね、ぜひこの動画見ていらっしゃった方、声かけていただけたら嬉しいです。ショッピングついでとかでも、ショッピングついでだったりショッピングついでとか、他にはショッピングのついでとかね、お待ちしてます。はい、というわけで、短い動画にはなったんですけど、お店の情報は概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひね予約してください。インスタグラムも貼っとくんでフォローしていただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。